本があるとどれがどれだか。確かこの辺に。あ、見っけ。あれあれ、あれ取ってよ。うん、いいよ。よいしょっと。変わらずそんななりをしようってからに、この若作り目が。あんた、ドクター・スティーン。ほう、まだ覚えとったと見える。ま、そんなことはどうでもよい。この本もらっていくぞ。冗談じゃないわよ。なんであんたなんかに。ユサ、もしかして知ってる人？それに若作りって。ああ、ちょっとした知り合いよ。知り合い、昔のね。昔の？それはさておき、ドクター、その本うちたちに返しなさいよ。そんなに欲しけりゃ力ずくでおいで。まあ、うちのランケな勝てっこないがね。ほう、よくも言ってくれたわね。こうなりゃ、フリッツで勝負よ。ちょっと、ユサ。よかろう、軽く遊んでおあげ、ランケ。はい、ドクター。本は渡しません。お手柔らかに。やりますね、なかなか。よし、頑張るぞ。それ。これが人間。やるときゃやるんだ。参考書。さあ、これさえあれば試験なんて合格したも同然よ。それじゃあ試験の意味って一体。ふん、この役立たずめが。だからお前は出来損ないなんだよ。すみません、すみません、ドクター。で、出来損ない。そう、出来損ない。ランケはドクターの作った人造人間なのよ。でも所詮は作り物。ランケに心が宿ることはなかったの。楽しいことも辛いことも何も感じない心のないお人形、それがランケってわけ。そういや、ランケよりももっとタチの悪い作品がいてね。あって、ちょっとね、どこ行くのさ。くにゃ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 。この本渡しますから、その人を許してあげてもらえませんか。ん、よかろう。おバカさん。
よし、やるよ。気を抜かず練習練習。よし、頑張ってやってみる。よっ。そうだよ、ここのモニター全てに試験官の顔が映るんだよ。そんな緊張してうまく踊れないよ。ごめん、嘘。ひどいよ、ユサ。相変わらずの漫才コンビじゃな。ん？ランケ！ドクター！ってことはもしかして。その通り。どうやら今回の試験はこのメンバーで行われるようじゃな。メンバーって？あのね、試験は知らない相手とチームを組んで踊るの。要するに相手が下手っぴだったりすると自分まで不合格ってなこともあるんだから。そういうことじゃ。ま、せいぜいわしらの足を引っ張らんよう頑張ることじゃな。それはこっちのセリフよ。大きい。何よあの言い方。ランケ、頑張ろうね、お互い。受かってみせます。頑張ろうね、お互い。やるか。素晴らしいステップ。よし、いい調子だよ。いいよ、パンプ。フリッツです、アンプ。ダンケもやるね。よっ。練習通りやれば大丈夫だよね。しっかり、アンプ。よし、それ。コンタンとこのランケもやるじゃない。こんな感じかな。いい感じです、アンプ。出来損ないなんかじゃない。そうだ、二人で合格しよう。それ。盛り返していられる。
しいってところだね。そうだ、ランケに参考書のお礼は。ランケ合格おめでとう。あと昨日は。気になさらないでください。図書館でのご恩を返しただけです。ランケ、何ボヤボヤしてんだい。はい、ドクター。それではまた。ランケ、人形で済むならどんなに楽だか。